爆弾ドローンを操縦してロシア軍を掃討。ウクライナ特級狙撃手の驚くべき正体。学生時代にゲームに没頭して変わり者扱いを受けたウクライナの若者たちが、優れたドローン操縦の実力で戦場でロシア軍を苦しめる狙撃手に生まれ変わっているという報道があった。米日刊ウォールストリートジャーナル WSJ は3日、オレクサンドロ・ダクノ氏29歳が最近9ポンド約4キロの爆弾を積んだ EPV ドローンを飛ばしてロシア軍を掃討したと伝えた。ダクノ氏が1年半の間に息の根を止めたロシア軍は約300人と推算されるが、これはイラク戦争で米軍史上最高の狙撃手と呼ばれたクリス・カイル氏が射殺した敵の倍以上だ。 WSJ は今日の戦場で成果を上げるのは映画の中の強靭な姿のエリート軍人ではなく、スクリーン中毒の軟弱な若者たちだと伝えた。ドローン操縦に迅速な思考力と鋭い目、敏捷な親指が必要だとしながらだ。ドローン部隊員の大多数は軍服務経験がない20代であり、命令服従のような軍隊の文化は知らず守りもしない。戦場に直接投入される他の部隊員と違い、相対的に遠方で活動するため安全だ。さらに長距離殺傷は実際の戦争というより一種のビデオゲームのように見えたりもすると WSJ は指摘した。 WSJ はウクライナが長期間の戦争で砲兵と弾薬が不足した中、ドローン戦術に注力していると説明した。ウクライナは世界で初めてドローン部隊を旅団に統合した。ウクライナの工場では敏捷な一人称視点のドローンである FPV が1機あたり約500ドル、約7万6000円で毎月数万機が生産されている。ドローンを見たロシア軍は死んだふりをして状況を免れようとするが、ウクライナ軍はくしゃみやまばたきをする瞬間まで捕捉する。ウクライナ軍はロシアがより多くのドローンを確保しても熟練した操縦士の確保や技術的な面ではウクライナが優位だと主張した。東部クラホベ方面でもロシア軍が人海戦術で猛攻、危機的状況に近づく。ウクライナ東部ドネツク州ブフレダルの廃墟から北へ向かってロシア軍第20新鋭自動車化狙撃師団の大軍が進撃している。1万人規模とも見られるその軍勢は2000人規模の疲弊したウクライナ軍第79独立空挺強襲旅団を圧倒的な数に任せて粉砕すべく猛攻をかけている。ロシア軍が狙っているのは第79空挺強襲旅団をドネツク市の西30キロ余りのイルリンカ村から押し出すことだ。イルリンカとその周辺の集落を落とせばロシア軍は北上し、ドネツク州南部のウクライナ側の防御で要になっているクラホベ市を半包囲できる可能性がある。ウクライナ軍のドローン操縦士クリークス・フォルシャーは第79空挺強襲旅団は2週間ほど前から敵の大規模な攻撃にさらされてきたと指摘し、状況は危機的になりかけていると警鐘を鳴らしている。第79空挺強襲旅団の空挺兵らとドローンチームはこれまでに第20自動車化狙撃師団の車両を多数撃破している。撃破した車両は当初は新造の BMP3 歩兵戦闘車が多かったが、それが枯渇してきたとみられ、代わりに旧式の BMP2 歩兵戦闘車や MT-LB 装甲牽引車が目立つようになった。累計の撃破数は数十両に上るのかもしれない。第20自動車化狙撃師団がイルリンカへの途上で車両に被っている甚大な損害は、戦線全体でのロシア軍装備の記録的な損害の一因になっている。 OSILT オープンソースインテリジェンス
アナリストのアンドルー・パーペチュアは2日だけで、撃破されるか損傷するか、もしくは遺棄されたロシア軍装備を206点も確認している。同日に確認されたウクライナ軍装備の損害は49点にとどまっている。だがロシア軍は勝利を収める戦法を見つけており、土地を獲得するために装備や人員の犠牲を厭わない姿勢なのも明らかだ。ウクライナのジャーナリストであるスタニスラフ・アセエフは、この戦法は単純だが効果的だと解説する。アセエフはソーシャルメディアにこう書いている。ロシア軍は引き続き袋戦術を守備よく用いている。この戦術は我々の陣地に三面から回り込み、退却のための細い口だけ残しておくというものだ。この形になると戦闘態勢にある部隊でさえ包囲されるのではないかとパニックを起こしてしまうことが多く、それは部隊の撤退につながる。ウクライナ軍人であるクリークス・フォルシャーはクルスク侵攻に批判的だ。ウクライナ軍は侵攻先のロシア西部クルスク州でおよそ700平方キロの支配地域の保持を図っているために、戦力がさらに薄く引き伸ばされており、これも東部の防衛で不利に働いている。ウクライナはこの突出部を将来の和平交渉で取引のカードにしたいようだが、同地では現在反撃に出ているロシア軍に数千人規模の北朝鮮部隊が加勢し、ウクライナ軍部隊への圧迫が強まっている。クリークス・ホルシャーはクルスク州に展開している十数個大隊規模のウクライナ軍の兵力について、ドネツク州に投入された方が役に立っていたのではないかとの考えをにじませている。この兵力にはウクライナ軍屈指の部隊や車両が含まれている。ドネツク州でこれほど多くの土地を失っているのに、自分は一体クルスク州で何をやっているのだろうと自問している。クルスク州への侵攻作戦初日から私はそれに強く反対していた。その考えは今も変わっていない。ウクライナ国防省は、ほころびつつある前線を補強するために複数の新旅団の編成を急いでいる。しかし新編旅団の中で最高の旅団はまだ訓練中だ。ウクライナは新しい旅団向けに十分な数の現代的な車両も確保できていない。4分で組み立て可能な東芝製ドローン、ウクライナが実戦投入の最新機器、日本唯一のテロ対策点に迫った。24年10月9日から11日、東京ビッグサイトにおいて危機管理産業展リスコン東京テロ対策特殊装備展 CCAT が開催された。このイベントは文字通り危機管理やテロ対策をテーマに2005年に初開催されており、2007年からはテロ対策特殊装備展も始まった。年を追うごとに出展企業は増加しており、この分野の関心が高まっている。このイベントは警察、消防、自衛隊などをはじめ自治体関係者や関連企業など対象者限定、事前登録制の開催だが、 CCAT に関しては別途登録審査が設けられており、見学者等はより限定されている完全クローズ開催なのである。リスコンは防災メーカーや無線機メーカー、各自治体などが出展しているのに対し、CCAT は要人警護やソフトターゲットテロ対策、ドローン対策など多岐にわたる専門分野の企業が多数出展しているほか、外務省や公安調査庁などの省庁も出展しており、過去の実績等の展示や説明を職員らが行っていた。また毎日セミナーも行われており、国民保護に関する内容や銃撃、爆弾等による裂傷の止血や処置をテーマにした内容など、多岐にわたるテロ対策のセミナーは連日満席の盛況ぶりだったという。中国製ドローンのチャイナリスク、ロシアによる一方的で無慈悲なウクライナ侵攻でも
ウクライナ、ロシア両国ともにドローンを兵器として使用していることは有名であるが、日本国内においてもドローンを使用した攻撃の脅威は年々高まっている。そしてまたドローンの普及とともに、長らく中国製メーカーが世界シェアの多くを占めているが、ある治安関係者は、中国メーカーのドローンは電源をオフにしてもバッテリーを抜いていてもカメラが起動しており、飛行時の撮影データや保管場所等の様子が流出する可能性があることや、飛行軌跡が常時送信され続けている恐れがあるチャイナリスクが危惧されるため、日本製または同盟国等の信頼できるメーカーのものでないと使えない、監視カメラ等も同様だと話す。東芝のブースでは自立型捕獲用ドローンの組み立てデモンストレーションが行われており、専用ケースから取り出しわずか4分ほどで組み立てられるなど機動性をアピールしていた。過去には市の承認と揶揄されたことも。またウクライナの企業ケベルタスも初出展しており、こちらは電波妨害を行いドローンを墜落させるジャミング機器を展示するなど、実際にロシアからの侵攻への対応を目的に実戦投入されている最新機器が揃っており、ドローン対策への関心は高まっている。現に日本の治安当局もドローン対策に力を入れており、電波ノイズを照射してドローンを撃ち落とすためのドローンガンやドローンを捕獲するドローンなど多種多様なものが実戦投入されているのだ。またいち早くドローンを検知できるレーダー機器等も導入しており、今や要人警護等の現場でも必須の装備品となっている。他にも銃器関係の装備品も多く展示されており、自動小銃やライフルなどに装着するダットサイトやスコープ、レーザーサイトなどのメーカーも出展していた。実際に旧モデル等を使用している関係者は、部隊の予算が潤沢ならいくらでも導入したいものは多い、ほぼ毎年来ているが実物を見て触れることは何者にも代え難い。